どうもフロゼロと申します。本日は 5.5 アニバーサリー感謝キャンペーン第5弾が来たということで見ていこうかなと思います。もう第3弾来たと思ったら第4弾来てまた第5弾も来んのかいっていう、もうなんかどんどん回転が早いんですけれどもね、今回は第5弾ということでロジャー船長の復刻が来たということでイベント内容とあとはロジャーガチャ引くべきかどうかなどについてね解説していこうと思いますんで、よかったら最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。それでは早速見ていきましょう。まずはログインボーナスですね。今回の目玉としてはこちらのメダルとなっております。継承メダル3枚もらえるんですけれども、ロジャー海賊団あるいは元ロジャー海賊団につけた時防御力、攻撃力、体力それぞれ 14% 増加するっていうメダルを入手することができます。 14% っていうことなんでちょっと物足りない部分はあるかもしれないんですけれどもね、始めたての方とかはこういった継承メダルすごく大事だと思うんで、忘れずに最後までね、ログインしていただけたらなと思います。これ最後の5個ってちょっとやらしいよね。そして続いて2つ目、無料ダイヤですね。虹のダイヤのところから毎日ダイヤ1個獲得することができるんで、忘れずに入手していただけたらなと思います。9月5日までなんで、まあ十何個ぐらいはもらえるんじゃないかなと思うんで、チリツモですねやっておきましょう。私もちょっといただきましょうかね。いやでもこれワンチャン600、700台いくかもしんないね、シャンクスまでに。そして3つ目、イベントミッションです。海賊王アイテムというものを入手することができるみたいです。リーグバトルに参加したりだとか勝利したりするとね、こんなかっこいいかな、まあアイテムが獲得することができるということで、こちらが獲得できるラインナップとなっています。まあ結構いいものが揃ってんじゃねえかなって思うんですけれども、一番優先度高いのはこちらの、攻撃メダルとなってきますかね。ロジャー海賊団あるいは元ロジャー海賊団の時攻撃力が 18% 増加するっていうメダルなんでね、これを一番優先して、獲得することをお勧めしておきます。であとはまあ自分の育てたいキャラのかけらを交換するなり、まあこういったシャンクスとかもガープとかもあるんでね、まあガープ優先の方がいいんじゃないかな、その育成しやすいっていう面を考慮すると。であとはこういったブースト玉とかもね、まあ1なんで、まあ別にわざわざ交換する必要はないかもしれないんですけれども、まあ自分のね足りないものを交換していただけたらなと思います。自分だったらこのメダル第一優先で、その次にガープで、その次にシャンクスあるいはバギー、でまあ余力があったらこういった超フェスたちみたいな、そんな風にしますかね。はい、そして続いてチャレンジバトルですね。タッグバトルが8月21日13時59分まで開催されるということで、まあ19日に生放送あるんですけれども、まあ登場は21日になるんじゃないかなっていう風に思います。でランキング報酬のメダルとしてはディフェンダーのクリティカル率増加っていうことで、まあそんないいメダルはないんですけれどもね、まあタッグバトルは結構楽しいっていう風に評価高いと思うんでね、やる方はもうぜひぜひ頑張ってやっていただけたらなと思います。はい、そして最後 5.5 アニバーサリー感謝第5弾ガチャとして緑ロジャーの復刻が来ました。お供として今回シローデンが来てるみたいですね。で確定分についてお話ししておくと、まずチケット6000円でダイヤ400個、あのチケットだけじゃ確定じゃないっていう、あのやらしいタイプの、ガチャになっております。でダイヤだけで当てようとするとダイヤ2000個ですね。まあ昔の超フェスにしてはちょっと多いかなみたいな、そんな超フェスガチャになっております。で評価点としては5段階中3点ですし、9月5日までっていう風に期間は割と長いんで、まあそこまでちょっと待ってた方がいいんじゃねえかなっていう風に思います。今の環境本当にね、リーグ潜ったら分かると思うんですけれど、本当に暴れてますよね。もうなんかカムサリでワンパンされまくりみたいな、スキル2でワンパンされまくりみたいな、もう両方無敵スキルみたいなもんなんで、本当にまあスネークとか使ってたらなかなか感じにくい部分はあるかもしんないんですけれども、本当もう使ってる側は楽しいけど使われてる方はめちゃくちゃ腹立つみたいな、そんなキャラになっております。やっぱ攻撃力 100% 増加に、まあ、よだめ増加はそんなに多くないんですけれども、まあ本当にもう今の環境もうバンバンKO できる、そんなキャラクターになっております。なんか本当に使ってる方はマジで、楽しいんですよね。だから引いてほしいんですよね。遊んでほしいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり来週超フェス来るっていうのはもうほぼ確定しているんで、そういった状態で、このガチャを引くのはロジャー船長引くっていうのはやっぱちょっとおすすめできないのかなっていう。でこのチケットガチャはチケットガチャで、その提供割合の部分見ていただけたらわかるように 0.2% なんですよ。変わんないんですよ。ここが 10% とかいつもよりちょっと高かったら、この前の黒ひげみたいに全然引いてもいいっていう風に言ってたんですけれども、まあほぼほぼ確定分まで引かないと当たらないようなガチャ形式になっているんで、この周年記念の最中にそれぐらいのダイヤを消費するのはやっぱちょっとおすすめできないのかなっていう、そんな感じになっております。いやちょっとね難しいラインなんですけれどもね、まあ多分でもね環境変わると思うんでね、次のシャンクスとかで、でなんならもう一体調布作る可能性もあったりするんで、ちょっとねやっぱり引いてほしいけど
次の超フェスを考えると引くべきではないっていうようなそんな感じになっております。で多分次もねアタッカーなんですよ。次超フェス自分的には白アタッカーなんじゃねえかって思ってるんですけれども、まあ順番的にはアタッカーの可能性の方が高いんで、まあおすすめはできないっていうそんな感じになっております。すいません。まあおでんが欲しい方はこのチケットガチャ挑戦するのもまあなしではないのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ 15% ですけれどもね、それでもまあそれでもやっぱり基本的にはちょっとね心苦しいんですけれども、引かないことをお勧めしておきます。まあ引くとしてももうちょっと待った方が、シャンクス超まあ新超フェスが来るまではちょっと待っとった方がええかなっていうふうに思いますね。まあじゃあ最後にちょっと引いた方用のためにね、一本ちょっと試合やっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょうか。どうぞ。はい、じゃあねラストロジャー船長使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャーウォーターセブンステージですね。まあなんか前回もロジャー船長の説明みたいなのはしたんで、まあとりあえずはしょりはするんですけど、でもこの後やっぱりねカムサリシャンクスが来る可能性高いんで、まあやっぱちょっとおすすめはできない、その引いてほしいけどおすすめできないみたいなそんなキャラになっておりますかね。じゃあこっちこれ当たる？うえーえぐいな。まあこのまま貯めておきましょうかね。そう、それで3人カムサリ使うキャラがいて全員理不尽じゃないですか。黒ロジャーは割合ダメージで、緑ロジャーはもうなんか大体ワンパンでみたいな感じで、で多分カムサリシャンクスのカムサリもとんでもないでしょうから、いや恐ろしいね。君はどのカムサリが好きかな。いやどれも好きじゃないですって感じなんですけれども、おいおいツンデレだよ。じゃあここ割り際スキル1 少年よこれが絶望だ。じゃあこっち貯めといて、アトブでまあ挽回できたらなって感じなんですけど、ブルーノさんが来んじゃねえかな。 ありがとうこちらこそ。じゃあ私もちょっと攻めましょうかね。じゃあまあ真ん中、まあ攻めるって言ってもスネークいるんでどうしようかな。とりあえずブルーノ落としてあげたいけど、これ当たる？スネークにも当たるかな。撃っちゃえブルーのきつくなっただろうな。はいはいはい、ナイス。じゃあここ撃っちゃいいの。いやどうしよっか、これじゃあニカと一緒に攻めた方がいいかもしんないね。一旦ちょっと避難しましょうかね。どうしようかな。じゃあルーフィーと一緒にゲージ貯めといて育造スタンプをしちゃいましょうか。行くぞルーフィーを。あー守りますなとかじゃあいいよ、私やられるわ。じゃあもう、あ、でもやられられないのかな。あ、白ゾロと一緒に攻めたいところ。ナイス、ジャスカイ。ここじゃあとりあえずスキルに当てといて、ちょっとでも減らしといて、はいはいはい、ちょっと減らし、わー、その距離届くか。いや、どうしよう。なんか地味な戦いになっちゃってるな。スキル1、ナイス！いいね！ルーフィー見てるか。はいはい、じゃあこっち、あー、また来たのかよ。やばい。一発、痛い。まずいか。なんか地味な感じで終わりそうな気するんだけど、ふん、そうアタッカーなんだよな。ルーフィー来てくれたか。あーごめん、やらかしもうた。ちょっとやばいかな、なんかめっちゃ地味な感じで終わりそう。やばい、くそちくしょー、なんだよそれ。いやごめん、もうちょい早く攻めるべきだったかな。ありがとうございました。ちくしょー。